どうもエルボ一撃です。今日はですね、また9月の15日に行いますガチワングランプリの、再度ご連絡をさせていただきたいと思います。まず雰囲気的にはこの間の日曜日に、スーパー銭湯竹取の湯さんの方で、行った、試合に似たような感じで、試合としてはなるイメージです。だいぶ今回のこのガチワングランプリを行うにあたって、かなりね、アンチのこと、アンチの方もいるでしょうし、てめえいつまでそんなこと言ってんだ、なめたこと言ってんじゃねえっていうふうに、言う方もいるかと思いますけれども、一応、僕としては、そのまま、やるというような方向でやりますので、よろしくお願いしたいと思います。でまず、確実に決まったことですね。肘のことばかりあんまり言いたくないんだけど、基本的には、ホールドスタートはこの間と同じです。で一応第一関節は出していただきたいっていうのが一つと、ただ、相手が、一本掛けをしてお互いに高い位置を取ってるっていうところことが結構あると思うんですけれども、それで両者が、納得していればそれでスタートを切っていただくと。で基本的には第一関節を出していただくっていうのが原則となります。ただその辺は臨機応変に、やります。でただホールドスタートはホールドスタートで行うというような形になります。で、こうしてこういう位置、ウィナーパッドに近い位置で外れたものに関しても全すべてストラップ、下抜きに関してもストラップ、手が外れればストラップとします。でもう一つエルボー、試合中の軽い肘抜きはすべて続行します。で完全に落ちてしまったものでこうよく劣勢になってこういう風になる場合もあるかと思うんですけれども、これに関しては1回肘を戻してもらう。3回落ちたら負けとしますのでよろしくお願いします。基本的に落ちたもの、多分落ちたら多分相当もう劣勢か無理な体勢、あまりにも無理な体勢になったものに関しては止めますので、よろしくお願いしたいと思います。一応決まり事として、3度肘が落ちたものに関してはもう負け、ファールじゃなくて負けとしますのでよろしくお願いします。本当にね、基本的な考え方としては完全決着というふうな形でやりたいと思いますので、力が当たることがやっぱり多いかと思いますので、スタートのポジションに関してはこの間ちょっと一番力の当たる位置からスタートとか言ったんですけれども、肩だけちょっとね本当に怪我しやすいかなと思ったので、肩だけは一応そんなに体ベタベタ触ることなく、この台に対して平行になっていれば問題ないですので、一応肩だけはあまりにも入りすぎているものに関してはちょっと直すというような形で、やりますのでよろしくお願いしたいと思います。一応やっぱりせっかく一応保険の方には、入りますけれども、できるだけ怪我だとかないような形で、終わらしたいなと思ってますので、その辺はご了承の方お願いしたいと思います。日程の方が、ちょうどね9月は、前半にも試合あるし後半の方にも試合あるしっていうことで、ちょうど真ん中で、10月の
初旬に、国体という茨城かな夢国体という大会もあるので、それで、県代表とか党代表の方なんかもいるかと思いますので、そういった選手はね、おそらく来れないんじゃないかと思いますけれども、神奈川の方では一応うちのチームの方は、ほとんどのメンバーが一応出ていただく。あともう一つ、ちょっとメール、個人的にメールをいただいたりだとか、大会に行った時に行きますよっていう人だとかも結構いたもので、遠方からのもね、選手が来る予定です。でちょっと 誰それが来るっていうのはちょっとまだ言えないんですけれども、まあ、強い選手も、来ますので、ぜひぜひね、まあ、出てみっかなと、まあ、面白そうだなと思う方は出てみてください。と一応、表彰は、3位までは、盾の方を用意しようかなと思っております。あとは何だろうな、まあ、一応ね、腕相撲という考え方で、やりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あとは、またね、いろんな、まあ、コメントだとか、意見とか、てめえふざけんじゃねえとかいうような意見があればね、またコメント欄の方にでも、書き込みの方をしていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、でもどっちにしてもね、試合的には面白くなりそうかなとは思ってます。である程度の、選手も来ますし、神奈川の方でも、まあ、兄弟道場なんかがね、手伝ってくれたり、選手の選出だとかもしてくれるという話ももらってますので、ぜひぜひ、他県の方もご参加の方エントリーよろしくお願いしたいと思います。また何かありましたら連絡の方しますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あとちょっと自分の二刀に関して、結構ねコメントがあるので言いますけど、これが切れたんですよ、試合の時に、それでこれが上に上がってるというような感じで、だから右と左でこう違いますね。だからここでなくなってるんですけど、ここのなくなった部分でここに筋肉がついてきてるんですね。だから人間の体ってすごくて、なんだろう、そこがなくなれば他が出てくるんですね、ちゃんと。で他の部分が強くなってきて、多分昔より筋肉っていうか腱だとかは多分強くなってると思いますので、ちょっとまあ形的にはすごいいびつな形の腕ですけど、怪我してもまあできますよまあそんなことです。まあよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。